西安寺の宝牛地蔵王上院の宝牛地蔵、宝牛地蔵とは、肥後国の総っぱなし牛が強法7年から同17年にかけて作った石仏百余体を言い、宝牛という名前と他力という言葉と何からダメかを命している。また、道家が掘られている場合もある。道路の分岐点とか、街角などに置かれ、市民から信仰され、よく保存されている。享保七年2体、 8年7体、9年12体、10年10体、11年4体、12年6体、13年18体、14年18体、15年12体、16年16体、17年8体、夕番号110、部8熊本市65、旧宝宅軍19、菊池軍7、上増敷軍4、鎌本軍3、玉名軍2、下増敷軍1、武都軍1、 阿蘇ぐ道前高186センチ、二段の上に、レンゲ座、その上に右手に尺状、左手に宝珠を持つ、地蔵座像が乗っている。物体の髪型に百低多宝、パナシューシテ順実月生命上段の第一に、受教法7とラドシ第百定吉教法17年、根戸市高従願出っぱなし旧熊本県、大百科事典によるとし通、イボが治り、 母乳の出が良くなるとある。熊本市が建てた説明文によると、古代細川綱理工の頃、城下に貧しい単野職の親子が住んでいた。父七左衛門は、生来の大酒飲みの上怠け者であったが、子供は評判の高校息子であった。ある日酒のことで腹を立て、息子に向かって投げつけた、皮吹きだけが表を通りかかった、武士、大屋の現在門に当たってしまった。 そのまま父親は、恐れ逃げ出したため、激怒した親のは父親を追いかけ打ち果たした。息子はひたにある方なく、仏門に入りなお、法宇氏と改めて、10年間に100体の石仏を、混流して、父の母大をとわんと発願し、107体の石仏を混流して、その対岸を達成した。対岸上就の100体目は、熊本市池田にある大城院という寺にあり、 特に大きい。状況3年正月4日の五部要所日記は、兄弟喧嘩の末とある。話し牛研究者の永田秀夫は、刻まれた文字などから、公施説を否定、当時の社会事情、基金などが関係していると説く。高田康氏、平成被護国史上官 P511、白木和也、熊本県大百科事典 P728、梶山地の事件上記文献によると、 肥後国史の、奉行所日誌にあるという。他に、探石覚え書きという文献には、大屋の現在門港も一堂に、しむしる日加工その翌年正月3日か4日に貧潮、山本玄町とか、猿断蔵法へ出入りし騒その屋敷の金なかや町通り広告小悪さし騒老、親しかりの割り木を遠出し騒老ところに通りかかり、現在門来た日に、 割りき通り少し川田列進行そのまま親逃げ去る追いかけがか去る行その自分拙者をいわしを馬五点、前通りされ行とある。なお、子供については、取り調べがあったが、石仏が現れるまで資料がなく、公屋の現在門は取り調べを受けたが、無罪となっている。高田康氏、平成肥後国主下官 P11232011 年、熊本しっぱなし牛店展示、 高田康氏、平成肥後国主下官 P1154 から1155。高田康氏、平成肥後国主下官 P1126 から1153は芸術である短歌とは違って仏教の教えや前奏が悟りや修行の要点をわかりやすく読み込んだ和歌や漢文のこと。ありがとうございます。